できたのかな。ああ、録音してますになってる。はい、大丈夫だと思います。あ、オッケー。よろしくお願いします。こんにちは。はい、久しぶり。うわ、すっげえ久々だ。何してんの。今さっきまで筋トレしてて。マジで。ちょうど筋トレ終わったところです今。結構さ、ガンスほらムキムキじゃん今。すごくない？え、何が？家でやってんの？家の中に小さいテラスがあって、うん、そのテラスで、まあ、ベンチプレスだったりダンベルだったり置いてそこでちょこちょこそんな感じかな。すごいね。どうしてますか最近？いやもうね、練習もできないし、うん、きついよ。で俺も結構筋トレやってて、うーん、結構もうムキムキになってきたよ。それと最近さ、あの韓国ドラマにハマってんの。おー、な、何見てますか？あれ、愛の不時着。愛の不時着。うん、ネットフリックスですかね。ちょっと検索してみて。ちょ、見てみて。あ、愛の不時着。ああ。愛の。ああ、すぐ出てきた。ああ、ネットフリックスですか。そうそうそう。ああ。あれやばい。ああ、これすごく有名な作品。ああ、やろ？めちゃくちゃやばい。面白い。感動するし。ちょっと男の人もかっこいいじゃん。ああ、この俳優さんすごい、まあ、日本でもすごい人気なんですよ、この俳優さんは。ああ、そうなんだ。あの女の人は？女性は、かわいいのよ。あ、二人ともすごい有名な女優さんです。あ、そう。モイトレの、モイトレの主人公の俳優さんも有名だし。あれはね、もうね、マジで泣ける。なんか、あれ、こういう恋愛話じゃなくて、ちょっとなんか、政治の話とかは、興味ありますか？あるあるある。一個おすすめしたいドラマある。何何？補佐官っていうドラマ。補佐官？補佐官。補佐官。補佐官。ちょ、見てみよう。あれ、すっげえ面白いんですよ。マジで。あ、そう。なんかさ。あれ、シーズン2まで。うん。それを見てたら、もう韓国がなんか、すごい好きになってさ。韓国語を覚えたくなってきてさ。いいですね。マジで。あれ、今、こっちの画面の上に、マスクつけてるアイコンあるんじゃないですか。おはい。あれは、ミスター T って言って、今、YouTube のチャンネルを手伝ってくれるスタッフで、たまに質問してくると思うんですよ。ああ、なるほどね。よろしくお願いします。はい、お願いします。ミスター T さんは日本人ですか？日本人です。よろしくお願いします。お願いします。で、今日、この YouTube チャンネルのテレビ電話のタイトルが、ネバーエンディングボイズトークなんですよ。終わらない男たちの終わらないと終わらないおしゃべり。そういうコンセプト。うまいね。自由に、自由に。自由にね。くれたらそれで。ご自由に。いつから YouTube 始めてんの？ YouTube 始めたのは4月23日。まあ、4月23日。あ、最近？最近、もうほんと最近。本当に、これ、自粛生活始めてから、なんかできることないかなって思って、YouTube やってみようって。まあでも本当に自分で撮って編集も自分でやるし、まあ
イサキがロゴとかそういうデザインとかは手伝ってくれてるけど、ほぼほぼ自分でやってるから、そんなになんか大したものではないんです。すごいじゃん、でも。まあでも、それは楽しくやってるんです。これ、あ、韓国に流しても言葉がわからんか。え？韓国とかにも流すの？ああ、まあ YouTube だから全然どこの国の。そうか、そうか。世界か。まあ、でも今のところ字幕はつけるやり方まだ分かんなくて。ああ。まあそれで、そういうことね、まあほぼ日本語のまま流してる感じ。韓国の人も見たら盛り上がるっしょ。そうですね。ねえ。いやーもうほんと久々、マジで。ねえ、会おう会おう言って会えないもんね。いやーなんかその、最後会ってから、うん。大阪から多分大久保くん移籍してから、うんうん、会ってないっけ？それから多分会ってない。うそ。だから一回関西試合来た時かな、移籍した後一回会ったか、うん、まあ移籍してから全然会ってないか。でもそうやね、それぐらい会ってないね。まあ連絡は全ずっと取ってたけど。そうだね。ガンス、忙しいでしょ、だって。韓国行ったり、日本に来たりでしょ。まあ、まあ、俺もすげえ忙しかった。特に軍隊戻ってきてからは、もうすごく忙しかったから。じゃあ、僕がちょっと一個質問してもよろしいでしょうか。はい、いいですよ。大久保選手が、はい、ガンス君と初めてこうお会いになった時の、ガンス君への第一印象みたいなものを、はい、お聞きしてもいいですか？あ、いや、まあかっこよかったね。やっぱライブとか見に行って、はい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 、うわかっこいいな、俺も歌手なりてえなってちょっと思ったかな。いや、それだけかっこよかった。ガンス君は大久保選手に対してどうでした？最初に会われて。いやー俺は、うん、なんか超びっくりした、うんうん、とりあえずとにかく、うん、なぜかというと結構前から知ってたから、うんうん、本当に目の前に現れた時に、うん、うわ本物だって、うん、すごいなんか、うん、でもなんか性格的に、うん、なんかうわすげえ嬉しい、すげえ楽しいっていう表現があんまできないから人見知りだし、うんうん、まあ、ちょっと抑えてたけど、まあでも、あの初対面の時にはすっごいワクワクしてた気がする。それは何、2000何年ぐらいの話ですか？2012年。ワールドカップ、じゃあ、14年のワールドカップのじゃあ前だ。前。そう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 。そう。だから、うん、だから、うん、その、だって、初めて、うん、その仲良くなった人が、うん、世界の舞台に出るって聞いたときに、ね、すげえ本当に自分のことのように嬉しかったから、すごい。だからすぐ連絡したし、うん、おめでとう。だね、うん、今ちょっと鳥肌立ってます僕。いやもうあれは、うん、試合もずっと見てたし、あと、うん、特に本当に知り合ってから、うん、それから一気にもまあその時もすごく活躍順もこちらだけど、うん、やってからもっと上までバーンっていってる感じがしたかな。2013、14、15って得点を取られたその前の年。そうですね。おお、いい時に。あれは本当に、あれはもうマジで。そうですね。じゃあもう8年ぐらいのこう出会いというか、お友達の感じ。そうですね。でも全然会えてないけど、連絡はね、ガンスはね、すごいやってくれるのよ。はい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 。それやっぱ嬉しいね。ああ。いやいや。豆だね。豆ですね。ああ。あと、一回韓国でも会ったことあるし。そう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 。韓国で、俺は ACL っていう大会でね、試合行った時に、はいはい、終わって、ご飯連れて行ってもらって。へえ。そう。あれも、もう一生思い出なんですよ、あれ。あれね。マジで面白かったね。すごい楽しかった。すごい楽しかった。ご飯も美味しかったし。間違いない。面白かった。またマジ韓国行って。
状況落ち着いたらまた来てください、本当に。本当に行きたい。まあ、プライベートでもいいし、ああ試合そうそう。俺、プライベートで行ったことないから。え、今まで行ったことない。一回もない。うん。試合でしかない。あ、でも、試合がしょっちゅうあるから、でも、頻繁に1年に何2、3回ぐらい必ず行く機会あるんじゃない？そう、あのね、その ACL っていうのが出たら、行く機会あるけど、もうでも最近もうないかな。そう、だからプライベートで行って、楽しみたいね。いやー、ぜひぜひ、本当に落ち着いたら。ね、あれ、で、あれ、この前、連絡したときに、なんかゴルフの練習とかやってみようって言ってたんだろうか、家で。ゴルフちょっと好きになりました。やばい、今はやばい、めちゃくちゃハマってるよ。マジで？うん、だって今ね、こうやってコロナになる前は1週間に1回かな、休みの時に絶対行ってた。おー、すげえ。じゃあ行こうよ、ガンス。いやいや、本当に本当に、だって知り合った時に俺はちょうどゴルフにハマってたから。そうだね、うん。あ、もう聞いたんです。いや、ゴルフやってますかって言ったら、いや、やってるけどあんまり興味ないねって言ってた。それ聞いた覚えがあるから。うん、だからでこの前なんか LINE した時に、まあ家でアプローチの練習とかしてるよって聞いた時にすっげえ嬉しかった。まさに自分と同じことをやってるって。いや、行きますよ、本当にゴルフマジで行きたい。落ち着いた。いや、ほんとに。でさ、この間さ、あの、初めて、100切ったの。おお、すごい。で、94。おめでとうございます。おお、すごい、すごい。行って、それからまた楽しくなって。で、今行けてないけどさ、こういう状況だから。でも、ガンスの方がめちゃめちゃうまそうじゃん。多分、今は俺の方がちょっとうまいかも。え、もう80代。80。すごいな。え、ベストは？ベストが81。前半がすごく調子が良くて、いや、これ絶対70代いけるなって思って調子に乗って、まあ、後半ちょっとダメになっちゃって結局81だったけど。マジで？それがベストです。あれ、なんかレッスンとか受けたの？いや、レッスンはしょっちゅう受けたんだよ。だから休みの日には必ずゴルフレッスンをするか、ゴルフに行くか、マジで。やばいね。ちょっと、楽しみだね。ぜひ、じゃあ落ち着いたら。ミスター T さんもするんですか？僕はですね、しないんですけど、撮影として行きます。ああ、いいね。撮影として一緒に行かせてください。ああ、楽しいですね。よろしくお願いします。次、落ち着いたら YouTube 企画で一緒にゴルフ行きましょう。ちょ、行こう行こう、マジで。ぜひよろしくお願いします。最高最高。カメラを行った T が撮影係で。いいね。ただ、最近、プレゼントもらったんです。プレゼントで、クラブをもらったんです。新しいクラブを。おう。で、ちょっと見せますわ。見せてよ。テラメイド？テラメイドの P790 っていう、結構ちょっと難しいアイアンをプレゼントしてもらったけど、もう一度も使ってない。それがもう使いたくて使いたくてしょうがない。そしてこれパッサももらって、新しいやつ。パッサいいじゃん。もうこれもう全然使ってないし。使いたいね。いや、でもゴルフの話でこんなに盛り上がると思わなかった。いや、マジで俺、本当に、もうゴルフやりたくてしょうがないもん、今。じゃあ、したら、今のステイホームの時期に、なんか新しくチャレンジしたこととかありますか？なんだろう。まあ、ないんだったら別にないでもいいし。ないなぁ。なんか僕が、はい。手
テレビとかでラジオ体操されてたりとか、はい、ラジオ体操とかは、はい、なんかたまにやりますね。ご家族でやってらっしゃるのを微笑ましく見せます。そう、子供が多いから、うん、もうみんなが騒がし、うるさすぎて、うん、だから最初、朝もうちゃんと起きて、ラジオ体操をしたら、なんか一日がこう、なんか回るっていうか、はいはい、みんなが動くようになるから。なるほど。うん、それをしだしたかな。それしかない。でも韓国の俺軍隊にいた時に毎日ラジオ、うん、あれ体操みたいにそれが流れて、うん、みんなで外でその体操とかやってたから。ああそう、うん、ある意味それもちょっと朝からちゃんと今日も一日頑張って体を動かそうっていう意味をなんか伝えるためにそれやってたのかな。 毎日朝やってたのかな。でもそうかもしれないね。よっしゃ頑張ろうってなるじゃん。うん、まああれちょっと気合い入っちゃうから、本当に。ね、何、うん、でも軍隊とかもうめちゃくちゃきついんでしょ。まあ、最初すごくきつかったですね。最初の、特に3ヶ月間は。慣れた。まあ、3ヶ月過ぎてからはさすがにちょっと慣れたし、なんか、ちょっとなんか、最初はやっぱり、その、うん、訓練の厳しさよりは、うん、今まで、当たり前だと思ってた友達だったり、うんうん、まあ、食べたいものを食べてたり、うん、なんかそして、まあ、そのファンの前でステージで歌ったり、うん、そういうのがいきなりできなくなったから、うん、もっとあったかも。ああ、まあそうだね。精神的な。それはあるね。まあでも、あっという間に時間。慣れてから本当に楽しんで生活したから。ああそう、うん、かっこいいな。なんかかっこいいですね。実際にその実際に自分が所属されてるところは、うん、そのいろんな公演でその地域を回る舞台だったか ら、うん、からその時に一緒にいた仲間たちが、うん、そのドラマだったりギタリストだったり、うん、学校やってる人だったり、まあ、実際の芸能界の先輩もいたし、で、一緒にその軍隊のステージでその一緒にバンドを組んでステージを行ってたその軍隊の仲間と呼んでソロライブとかやってるから今、すげえ。今年はできなかったけど、うん、中止になって、あ、延期になって、うん、まあ、でもこれからはずっと自分のソロライブでは彼らと一緒にやろうって思ってるから。すごいな。よかったね。そういうの。やっぱそういうのいいな。いいっす。なんかそういう感じの、いいっすね、絆の作り方ってなかなか経験できないですね。できないっすよね、はい。めちゃくちゃいいな。羨ましいわ。きついかもしれんけど。いや、いいな。したら、今のステイホーム終わったら一番したいのは何ですか？ゴルフ以外に。